ちょっとママ、もう撮影いらんで。私たち眠たいねん。なあ、コッペ。うん。もう眠たいです。仲いいね。まあ、たまに喧嘩するけどな。もう仲良くなったの。結構仲良しやで。同じ顔で寝ようよ。僕こんな変な顔じゃないもん。芝居太郎か。近所のおばちゃんたちから、さくらちゃん可愛い顔やねって言われとんねん。何がおもろいねん。何にも面白いこと言うてないぞ。ごめんなさい。でもね、顔が似てるってよく言われるよね。うん、言われるなぁ。でも寝てる猫の顔なんて、だいたいみんなこんな顔やろ。僕もそう思います。そうやんなぁ。うわ、臭い。え、何がや。あくびですよ。こっち向いてあくびするから、臭い口臭がこっちに来るんです。絶対嘘やわ。私全然口臭くないもん。自分じゃわからないんです。お姉ちゃんがあくびするたびに、みんな顔背けてるんだから。マジでか。もう私人前であくびするのやめるわ。これからは隠れてこっそりあくびすることにする。そうしてください。アンナーコッペ。何ですか？今日で私とコッペの仲、だいぶ悪くなったで。どうしてですか？それは自分の胸に前足当てて考えて。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てください。